心霊スポットファイル845、横網町公園。横網町公園とは東京都墨田区にある心霊スポット。江戸の大半を焼き尽くした明暦の大火で死者は10万人とも言われている。この死者を葬った恵光院が近くにある。また関東大震災や東京大空襲合わせて数十万人の犠牲者が眠る場所。幾年見たくなる、お供えした水が翌日にはなくなっている。夕方に行くとどこからともなく反響の音が聞こえるという話がある。